ジョナスはオニコンソーシアムが開発しているオープンソースの Java EE アプリケーションサーバである。ジョナスは LGPL ライセンスでリリースされている。ジョナスは2005年2月1日 J2EE 1.4の認証を受けている。これは J2E Scholarship と呼ばれるサンが非営利団体向けに行っているプロセスを利用して無料で認証を受けた最初のオープンソースのアプリケーションサーバとなった。 ジョナスは技術的にも優れているとみなされており、レッドハットディストリビューションにも含まれている。ジョナス5アーキテクチャはオスギーフレームワークに基づいており、従来よりもダイナミックコンポーネントの開発が容易になっている。2013年10月にリリースされたジョナス5.3例は Java EE6 の Web プロフィールサブセット準拠の認証を受けている。ジョナスには リモート管理コンソール機能があり、Web アプリケーションのアップロードや配備、Web アクセスポートの設定、ユーザーアカウントの管理などが遠隔から可能となっている。このコンソールは JavaScript ベースである。一般にオープンソースの JavaEE サーバのリモートコンソールは扱いにくいが、JavaEE サーバはエンドユーザーが管理することを想定していないので、Jonas のリモートコンソールは 教育的な目的で重要となる。ジョナスは Java EE アプリケーションサーバーである。連携する Web サーバーとしては、アパッチトムキャットやジェリーが選択可能である。JVM も GNU クラスパスなどを使ったフリーな基盤上で動作できる可能性もある。ジョナスは適切な JVM さえ動作すれば、Windows や PazX 系プラットフォームなど各種オペレーティングシステムで動作する。 ありがとうございます。